サッカーファンの皆さん、こんばんは。お待たせしました。今夜は注目の好カードをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、川崎フロンターレが清水エスパルスと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。清水エスパルスのホームタウンは静岡県静岡市。チームカラーはエスパルスオレンジと名付けられた鮮やかなオレンジです。この試合の先発メンバーはご覧の通りです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。川崎のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。サイドに展開します。相手が触ったのでスローインですね。ボールをドリブルで運んでいます。いいところに出します。ここはシュートチャンス。これはコーナーキックです。コーナーからエリア内へ。攻撃はここまで。ドリブルで進みます。はい、ボールをキープして自ら勝負します。カウンターを止められました。これは惜しかった。清水エスパルスのうまいパス回し、チャンスを伺います。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。小林優、ちょっと大きすぎたか。キーパーに渡りました。相手ボールになります。ゴールキックになります。知念慶、奥井亮、
チャンスは続きます。スローインです。スローインが相手に渡りました。ここはどうしたでしょうか。タッチラインを割りました。スローインです。イブスキヒロシ、素晴らしいスルーパス。ファールの判定です。ここはカードが出ますか。警告、イエローカードです。今のは仕方がありませんね。選手が交代します。負傷での交代は痛いですね。パスを返します。シュートだ。キーパーの元へ弱いシュートが行きました。川崎の攻撃です。これは迂闊な守備でしょう。鋭い読みでカット。ボールが外に出てゴールキックです。先ほどのシーンをもう一度ご覧ください。ちょっとラフに行ってしまいましたね。今のところポゼッションは川崎フロンターレが上回っています。それにもかかわらず厳しい状況が続いていますね。追いつくにはバックラインを前に動かしたり、もっとピッチを広く使ってチャンスを作り出していくべきでしょう。スローインで試合が再開となります。うまく読んだインターセプト。1対1のチャンス入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。見事なタックルです。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。さあカウンターを仕掛けるか。まだカウンターのチャンスは終わっていません。いいカウンターになるかと思いましたが、ボールを失いました。いいタックルだ。ボールをキープしました。レフリーの笛が鳴って前半終了。後半の45分が始まります。パスミスでしょうか。ボールを渡してしまいました。おっと、どうしたでしょうか。マークを外したらいけません。パスをカット。
いい読みでした。クロスにはしっかりついている。上げさせない。ファーポストへ入れてきた。クリアしきれません。これは入らない。決まると思いましたが、運がゴールが決まったかと思いましたが、なんとか耐えました。いや、あとわずかでゴールでした。ボールを奪われます。ボールはサイドの選手へ。ここはボールを奪取しました。ここはインターセプト。しっかり予測していました。中にスペースがあります。このピンチはクリアでしのぎます。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。綺麗なタックルです。ボックス内へ入れてきた。このチャンスはいかせません。試合はゴールキックで再開されます。選手2名ピッチに向かいます。知念圭、レアンドロ・ダミアンだ。守る側は最後の一人でしたから、止めようという気持ちは分かります。しかしボールに行っていなければ一発退場でしょう。レッドカードが出ました。退場です。プレーがプレーでしたからね。これはく言えないでしょう。この選手の活躍が目立っていましたが、ここで交代です。素早いリスタート、レアンドロ・ダミアン。2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。入った。まさに交代した直後のゴール。いきなり監督の采配が当たりました。これは嬉しいでしょうね。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。このパスはカットされます。レアンドロ・ダミアンだ。同点になるか。再びゴールをこじ開けた。これで同点。立て続けの得点となりました。相手チームは呆然としています。さっきの得点で少し気落ちしたかもしれません。これ以上の失点は避けたいですね。プレーはこれはイエローカードでしょうか。2枚目ですので退場になります。ここでインターセプト。カウンターのチャンス。仕留められるか。カウンターから仕留められるか。勝ち越しゴールが決まった。苦しい試合でしたが、鮮やかな巻き返しを見せました。リプレイです。決
切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。最後は2対1でしたから、キーパーはノーチャンスでしたね。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。福西さん、残り時間が少なくなっていく中、チームは相手を追う展開が続いていますね。はい、苦しい状況ですが、清水エスパルスの選手はまだ諦めていません。この後はさらにペースを上げてくるでしょうね。川崎フロンターレのうまいパス回し、チャンスを伺います。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。車屋慎太郎、レフェリーはアドバンテージを取っています。中にクロスが入った。簡単にさばけるシュートでした。この試合はまだまだ分かりません。川崎の攻撃です。このボールはゴールキーパーが止めました。アウェーチームがボールを持ってからもう10分以上経ちました。かなりいい流れですよね。あっとファールです。フリーキックとなります。いいシュートでしたが、惜しくも枠の外。決まっていればリードを広げられたんですけどね。シュートを狙ったのはありだと思います。これはまずいパスでした。相手に渡ります。パスの名手と言われるだけのことはありますね。決まるか。ついに失点。退場者を出したのが響いているようです。その影響は大きいでしょうね。この状況で盛り返すのは至難の業です。映像が来ました。細かくボールをつなぎ、ディフェンスを崩していきます。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。このパスは読んでいました。相手ボールになります。ここで試合終了。アウェーチームはこのリーグ戦に敗北してしまいました。惜しい敗戦ですが、今日は相手が一歩上手だったということでしょうね。こういう時は負けは負けと受け止め、問題を修正し